どうも、松田です。今回はですね、今緊急でちょっと動画を回してます。で、なんでかというと、今ね、YouTube を1年8ヶ月やってて、その YouTube をやってる中で、史上最高に嬉しいことがありましたので、皆さんにシェアしていこうかなって思っております。で、何かというと、僕は YouTube1 年8ヶ月今やってるんですけども、実はですね、動画の中で、その視聴者さんのビフォーアフターの画像を上げたことなかったんですよ。で、なんでかというと、結構YouTube のコメントで、報告をいただいたりとか、あとは SNS の DM で報告をいただくことが多かったんですけども、その時に、画像付きで、こっからこれぐらい変わりましたよって報告もいただけるんですけど、そういう方にはですね、結構 DM で、もしよかったら YouTube で紹介させていただいてもいいですかっていう DM を送ることが多かったんですけども、1年8ヶ月断り続けられてて、で、今回今日の朝ですね、通知が来てて、で、携帯開いて見てみたら、その渡辺さんっていう方の Twitter で、その自分の顔を1週間僕の動画を試してみて、それの美容アフターの画像を上げてて、もうそれが本当にすごい嬉しくて、はい、もう動画を撮ろうと思いました。で、実際の画像がこちらなんですけど、この左の方が11月8日ですね。で、右の方が11月16、今日の日付なんですけども、1週間でこれぐらい変わりましたっていうツイートをされてて、で、実際に見ていただけると、このフェイスラインとか、あと頬のお肉のつき具合とかもかなりスッキリされてて、僕も効果実感いただけて嬉しいです。で、この渡辺さんという方にも、ツイッターで DM を送って、画像とか紹介してもいいですかって言って、許可をいただいて、ね、ツイートまでしてくれて許可もいただいて、はい、本当に渡辺さんありがとうございます。やっと僕の動画の証明になったんじゃないかなって思って、本当に今日嬉しかったので報告させていただきました。はい、やっぱこういう、皆さんが変わるのも本当に嬉しいですし、僕のモチベーションにもつながるので、はい、で、これからもっといい動画作るように頑張っていこうと思いました。はい、で、僕も本当にもっともっとこういう報告をいただけることが本当に嬉しいので、ぜひ皆さん報告してください。はい、で、渡辺さん最後に本当にありがとうございました。ということで、報告動画でした。では。